はい、皆さんこんにちは。モロトフです。スリムワールド極寒サバイバル続きをねやっていきましょうか。いや、前回ね敵ぶち倒しましたね。結構死体がね増えました。で、前回ねここにね改めてねこのモルグ拡張しようと言ったんですけど、コメントでもあったんですが、もうねさすがにこんな死体いらないよねということで、ごもっともですね。だけど死体はね依然どっかに廃棄しておかなければいけないので、どうだろう、ここにねこのねフランシュタイの横ですね、ここにやっちゃおうかな。で、ここのねゾーニングを定義ねコピーして、こっちにねペーストして、ただ注意が必要ですよね。あの有毒廃棄物パック、これはねチェックから外さないと大変なことになっちゃいますね。さあ、それではどんどん行きましょうか。取り急ぎなんですけども、ピートさんさ、エブゲニーにさ回収の儀お願いできないかな。ただエブゲニーは今傷ついてるからやるべきじゃないかな。あと、そうだ、深部ドリルなんですけど、私ね勘違いしててコメントでねあのアドバイスいただいたんですが、これね室内でもできるんだってね。じゃあここでやっちゃいますかね。もっとたくさんスチールが取れるぞいということになります。あとはここら辺の人々ね、ちゃんとねこうなんていうの、剥ぐ必要がありますよね。いろいろ持っているんで貴重なもの、特に我々これさ溶解してさ、いろんなね鉄とか、あとねできるんだったらコンポーネントとかね取っていきたいんですよね。なのでここチェック入れといて、そうだな、鉄くず目の前にあるから1個だけこれねちょっと指示出しておきましょうか。あと武器の妖怪ですね、これは無限にしておきましょう。そして新たに衣服かな、これを無限にしておけばいいのかな。こんな感じで S を取っておけばいいのかな。ちなみにこれはそうだよね、アーマーとかそういうやつですよね、死体から取るやつ。こっからいろいろゲットできるんではないでしょうか。よしよしよし、はい。あとはこれ電源ねオンになるのを待つばかりということでしょうかね。これも一応ねチェックを外しておきましょう。早速ね死体がここに置かれましたと。この死体は服装を見てみると特に大したことないので、このままね腐ってもらいましょうか。さあ、スピードアップですね。まあ鎖とともにさ、こういった細かい武器ちゃんと運搬してほしいんですけどね。これはこれでちゃんと売れますのでね、やってもらいましょうか。そういう意味だと周辺にまだまだたくさんあるんではないでしょうか。ここはないのか。ここはあるね。じゃあこれね取ってきてくださいという指示を出しておこうか。これもそういう意味だと装備チェックして、お、マリンヘルメット、これね妖怪できそうですよね。これハグという指示出しておきましょうかね。あとは下の方の死体はどうなのかな。こいつはどうなの、見ていこうか。結構細かく見るとこいつは大丈夫かな。もうこいつこのままでもいいけどね、放置気味でもいいんだけど、まあいいかね、持ってってもらいましょうか。あと実はここなんだよな、いろいろあるんだよなね。よしよしよし、弾があるしコンポーネントもある、これ腐っちゃうよね。スチールもあるし、まだ弾ありますね。弾ある、お、強化バレル3つもある、欲しかったね、これはぜひ欲しかった。誰か持ってきてもらいましょうか。チャーミーは物をどんだけ持っていけるのかちょっとわかんないけど、ドズさんが今いましたね。チャーミーこれ持ってってもらおうかな。で、ドズさんこれかな。よしよしよし、ゲットですね。あとはできるんだったらマットここら辺ねがっつり持ってってもらいましょう。言ってだっていいよね、言ってもね。こちら持ってってもらいましょうか。弾も弾で本当は欲しいんだよな。そういう意味だとジャスパーさん、この弾持ってきてもらうね。総動員ですね、一家総動員で全部取ってくるということにしておきましょう。よしよしよし、はい。そしたらエブちゃんが復活しましたので、復活した人のねこのベッドはちゃんと戻しておかないと今度ね寝れなくなっちゃうんだよね。ここら辺がちょっとめんどくさいといえばめんどくさいんですけどね、自動化できるといいんだけどね。リンさん、そしてユミさんは依然ダメだぞと。それ以外のベッドは基本的には色がねちゃんと変わってなければおかしいぞということになります。はい、マット&こちらはねユミだよね。ユミが治ったらここにね戻ってきてほしいですということになります。チャーミーもベッド変えないと野宿になっちゃいますね。こんな感じにしとこうか。そして気づけばね、スパイクトラップいっぱいできたので、ここにあるのは予定値ですけど、これ一回解除しておきましょうか。ここもね解除されちゃったかもしれないですね。さすれば多分大理石最近いっぱい取れてるから、一気にねまたやってもらう指示でいいと思うんだ。で、これかな、
これを、ここに置くかな。ここでいいのかな。ちょっとここにしとこうか。ね。で、これはどうなってんだろう。これちょっともう一回再展示でどこに置くか決めとこうか。ここにしておきましょうか。うん、そうしましょう。さあ、ランさんがお肉持って行ってくれてる場所はここですね。結構ね、ワーグ大活躍したんですよ。こんなね、死体がさすがにあるから、やっぱりワーグとか増やしていきたいですよね。メスが欲しい。ね、2人とも2頭とも今ね、これオスなんですよね。メスが欲しい。うん、そうしていきたいと思います。さあ、エブちゃんが入れていきました。エブちゃんがこれ整理しているんでしょうかね。そしてジャスパーですね。マット、手ぶらでマットですね。運搬する。あ、これね、バイオコードついてますね。我々はこれね、装備することができないってやつは。そしてこれ運搬してもらいましょうか。ね。ゆってさん、ジャスパーさんがちょっとね、気分落ちているんだよな。あんまり動かさない方がいいかもしれない。ピートね。ピートさ、これ持ってってほしいんだけど、こいつは何を持っていくんだろうか。死体かな。うん、そういうことね。じゃあピート、これ持ってってもらいましょう。さあ、死体はね、ちゃんと剥がないといけないぞという感じになってますので、エブちゃんは気持ちがちょっと落ちてるからダメだな。この時のマットなんだよな。マット何してんの？リンさんをね、励ましてる。おー、いいね、いいね。うん。これはそっとしておいてあげたいですね。ここら辺もちゃんと解体指示出していかなきゃいけないし、あとポンプ式銃ですね。高く売れると思うんで持っていきたいと。あとはドラッグ関係ですね。ゴージュース。そしてこれはイエイヨですね。これもね、取っていきたいなと。さあ、マットさん、さすればなんですけども、なんか持ってってほしいよねっていうか、剥いでほしいよねですよね。こっから一気にね、剥いでもらいましょう。ピートさん見ちゃったね。うん。こうやってね、死体見ちゃうとね、気分下がっちゃうんで、死体見てもね、気分下がんないマットというのがいるのでね、ガン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 これで剥いでもらうという指示を出しておきましょう。一旦こんなもんかな。そして、ハグとですね、いろいろ持ってった方がいいものっていうのがあるんですね。これか。またマットさん、待って、こいつ剥いでもらおうかな。ね、一気に剥いちゃうと、ひょっとしたら野ざらしになっちゃうかもしんないけど、マットさん、それじゃないな。これだな。で、これなんかもうさ、持ってってもしょうがないんで、ね、燃やしても何にもならないんですよね。だから、これはこのまま放置するということでいいんじゃないのかな。服関係ですね。金属関係、そしてね、こういう道具関係ですね。こういうのはちゃんと持っていきましょう。うん。あと、これはね、道具としてちゃんと使えるもんだと思いますね。これは意味ないかな。はい。こんな感じできっちり区分けしておけばいいんじゃないの？あと、ここにありますね。マットさ、こいつらも勢い余っていっちゃってもらいましょうか。ね。今、マット非常にね、気分がいいんですよ。よしよしよし。そして、こいつもやった方がいいでしょうね。で、一個だけなんか持ってけばいいと思うんだ。よいしょよいしょと。何持ってく？これかな？これ持っていきましょう。で、これはもういいや。ここで駆逐しちゃえということで、罰に指示出しておこうかな。うん。あと、実は上にもいるんだよな、マットね。うんうんうん。さあ、マット、じゃあ、それを持ってったらば、もう一回行こうか。ね。こちら行っておきましょう。マットですね。ちょっとマニュアル操作がね、多いんですけど、精神的にね、強いマットがやるべきことなんだと思います。はい、ユミさんがね、感知しました。結構みんなね、感知しだしましたね。そしたら銃でも持っていきましょうか。ね。そして例のごとく、ここら辺は一切ね、持ってかないでね、という指示にしておきましょう。さあ、トラップも確実にね、増えてきましたね。チャーミーですけど、これかな？運搬してもらおうかな。ね。あとはチャーミー飲まないでね。絶対ね、飲んでほしくないんですけど、これもね、やってもらいましょう。ここぶっ壊れてるな。あと、こいつに関しては、剥いだ方がいいのか。多分、剥ぎ指示出してますね。うん。さすればマットか。ね、マットお願いしておきましょうか。よいしょと。マットさん、剥いじゃってくださいねと。ただ、ここら辺の服はちょっと散らばっていると気分悪いんで、ここら辺はちゃんとちょっと持ってってもらいましょうか。下手なコック、プリティ料理しちゃったのかな？あ、違う。プリティが中毒を起こしたんですね。誰が作ったんだ？お、そしたらバンド濃度できましたね。これ調整しておきましょう。うん。これ、あれ？調整された、なしって書いてるよ。調整できる。あ、ピートさんかな？ピートさん調整で。はい。やった。商人、いいタイミングで商人来ました。ただ、地上系の商人ですね。これ急いでいかないと寒いんじゃないかな。いや、マイナス1だからそこまではないか。うん、うん、うん。結構いろいろ売れるかもしれない。ドズさんたちさ、ここら辺がっつり持ってっちゃってくんないかな。
言ってもさ、死体見ちゃうんだけどさ、持ってってもらいましょうか。多分売れるやつがあるよね。ユミもごめん、これ多分売れると思うんだ。持ってってもらいましょう。あとはゆっくりめでいいかな。さあ、そしたらゆっくりゆっくりですけどね、来ましたね。ジャスパー行こうかね。このタイミングでちょっと出ちゃいましょう。これを見るとね、ロバがいるね。あとこれヤクかな、ヤクもいますね。オスメスヤクか。うん、ヤクなんかひょっとしたら荷物運んでくれるのかな。我々そろそろね、遠征することもね、考えなければいけないのかなと思ったりもします。一番いいのはこいつなんだよな。名前なんだっけ、マッファローですね。マッファローの総積載量がやばそうだ。ちょっとその前にここら辺大丈夫、お肉とか腐ってない、大丈夫でしょうかね。はい、さすればね、取引ですね。我々の飼ってるヤギですけど、オスがね2匹いるんだ。0歳同士ね。まあ以下お肉になるからほっぽっておきましょうか。ヤクですけども、これはね運搬用にはならないですね。一方でロバですね。ほう、ロバはちゃんと運搬してくれるんですね。つまり遠征用に使えるんだけど、両方ともオスか。これなかなか厳しいね。両方ともオスだと寿命で死んじゃうんだよな。あとは我々として売れるものをちょっと見ていきましょう。ここら辺のね、サブコア関係とかは絶対売りたくないけども、サイカイトティですね。これは売っちゃいましょうか。で、ジョイントは売りたくないけど、イエイヨはね、売っておきましょう。ゴージュースも売っちゃってもいいと思います。あと、玉系ですね。玉系は売りたくないかな。毒の玉ってあんまり使わないし、あんまりね、このマップ上をね、怪我したくないので、これ売っちゃおうかな。実用性がなさそうです。そしてそれ以外ですけども、お、あったあった、そうそうそう、遺伝子パックですね。うん、これ我々持ってるのか。あ、クリームって何でしょうか。クリーム遺伝子を持っているんですね。これ多分ドズセロン、茶色いね肌だったドズセロンから取った特性かな。薄黄色の肌になるんだ。あんまりいらないか。てか結構高いね。抽出できると儲かるぞっていうことなのかもしれない。さあ、それ以外はなかなか渡せない。ビールがありますと。ちなみにこの衝撃の槍っていうのは何なんだろう。使い捨てのサイキックエフェクターですということですね。混沌としたイメージでターゲットの頭脳に衝撃を与え、認知力を妨げると、精神的ショックをね、与えるといったことだ。脳がダメージを受けるリスクもありますよということで、これはね、どっちのリスクなんでしょうか。多分ね、使われた方のリスクだと思うんですよね。あと、長距離からでも作動可能。ほー、壁も貫通する。めちゃくちゃ強そう。これちょっと持っておきたいけど高いか。あとゴールドね。それ以外はないということか。そういうことですね。向こうから買えるものとしてはヤクか。ヤクはどうなんだろう。ヤクっていうのは肉食なのかな。肉食だったらちょっと飼ってもいいかもしれないんだけど、多分さ、肉食じゃないんだよね。見ていきましょうか。違いますね。明らかに草食動物っぽいですね。お肉がたくさん取れるという意味ではいいのかもしれないのだが、悩ましい。今回はこの衝撃の槍でもゲットしておきます。ただこれ多分ターゲットは一人だけなんだろうな。あとね、もちろんだけどメカノイドはね、この対象外だから、多分大勢で来られるとあんまり意味ないんだろうな。まあ今回はそういう意味だと、お金を貯めとくか、ロバをねゲットしておくかだよな。ちょっと今回ロバね、お金があるんでゲットしておきましょうか。うん、そうしておきましょう。ちなみにニュートラアミンが52個か、もうちょっと足してもいいのかもしれないけど、まあいいやね。一旦ロバを買いますということでトレード成立です。ほいほいほい。さあ、そしたらロバをね、取ってこなきゃいけないという形になるかな。で、ロバなんですけど、草食動物だと思うんで、ここでね、すごいきついけど、ここで飼っちゃおうかな。うん、多分ロバがここにいるはずだと思います。一応見ておきましょうか。ロバね、チェック入ってますね。よしよしよし。さあ、さすればジャスパーさんがロバをね、誘導すればいいと思うんですね。うん、ここら辺のロバも一緒になって誘導してみてください。ピッピックアップして、はい、あれ、あ、大丈夫、いただくよって感じで、これ面白いよね、可愛いよね。ほいほいほい。さあ、その隣で死体がね、運搬されているというね、リアルな事実もあります。よしよしよし。もうちょっと売りたいから、ひょっとしたらね、まだうろちょろしているんだったらね、売れるかな。でも違うか、武器とかは彼らの商人にとっては興味はないということかな。
はい、やってますね。ヘルメットこれ溶かしてます。そうするとどんぐらい何が取れるんだろう。はい、お、プラスチールが取れるんですね。さあこういう感じでね、スチール取ったりプラスチール取ったりコンポーネント取ったりできればいいなと思っております。うん、これ後でピックアップしてもらうでしょ。あとこれもピックアップ、ピックアップでしょ。武器は全部基本的にちゃんとね、もうピックアップされたという認識でいいかな。あとさ、そうだ、バンドノードをオンにしたことによってピートさん増えるんだよね、使えるねメカが。じゃあこれいけるかな。やった、できるじゃん。ピートさんとうとうパラメディックメカですね。それをね作ることができるようになります。やったやった。あとねコメントでも最後あったんですけど、こちらね様々な武器ゲットしました。今後ねどの武器が誰にとってね有効かっていうのはねちゃんと考えて装備させていこうかなと思います。これ大丈夫？そういえばこれ全然なんか大丈夫なんでしょうかね。残り2日かな。うん、あとそうだ、もう一つ思い出した、エブゲニーの回収しなきゃいけないですね。そのためにはこれですね。よいしょと、エブゲニーお願いします。ピートさんいろいろちょっとやらなきゃいけないんですけど、はい、ここで説得しておきましょうか。 88% ですね。そしたらピートさんすかさずねメカをね作ってもらいましょう。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね、続きは見たいという方いらっしゃったらぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.